もう去年からライブやってるんで、3月20日の我々のね、日本橋の一番最大イベントである、日本橋ストリートフェスタの時に決勝戦を行う予定になってます。これはもうすでに歩道で警察の許可でスペースをも確保してますのでね、で結構盛り上がるからと思ってますので、まあ、これでそれまでには郊外の、工作教室とか、それから私の地元の茨城でしたら茨城市、市が管理している青少年センターというの